都会の電車は、やばいです。すみません。開始1秒で語彙力ゼロの発言しちゃって。とはいえ、都会の電車の両数や頻度がものすごいというのは、皆様もわかっていることでしょう。本日は通勤電車でトップクラスの輸送力を誇る、常磐線15両ロングシートの車両に乗ります。ひとまず日暮里から乗車。この電車に乗るなら、ロングシートから逃れることはできません。日暮里を出て最初の駅は三河島。以降は南千住、北千住、松戸、柏、我孫子という風に止まっていきます。次は、三河島。これに2231系を思い出すアナウンスの調子ですね。さて、常磐線は京成線と日暮里、舎人ライナーの下をくぐっていきます。結構カーブしながらなのでなかなか迫力がありますよ。車内 LED は基本的に2段 LED。基本的にっていうのは、総武線からの転属車は1段 LED のままだからです。ちなみに的119編成のことです。前までは的118編成もいたのですが、武蔵野線に転属してしまいました。ちょうど205系が引退する頃ですね。って、もうあれから約1年なんですね。E231系の椅子は酷評されがちです。ですが、深く腰掛けると割と座り心地がいいものです。もっとも、硬さだけはどうにもなりませんが、とはいえ、変に柔らかいよりは、と、思っております。この車両の定員は先頭車が約140人、中間車が約160人となってます。だから10両で運行すると定員は約1560人、5両だと約760人ですね。並結して15両での運転になると、約2320人ですね。3から5分程度の運行や各程度の並走もあってか、快速線の混雑率は2019年度で 154%、観光線でも 152% に落ち着いています。首都圏にしてはだいぶ低い数値ですよ。このワイド車両である E231系が入ってくる前は、ごついストレート車体である103系が入ってました。ですが時代の流れや老朽化には逆らえないということで E231系を導入。E231系は、近郊型と通勤型の基本仕様を統一し、両方ワイド車体にした車両です。もともと近郊型ばかりでメインに使われていたワイド車体は、首都圏の混雑緩和につながります。ワイド車体にしたくらいで混雑緩和につながるの？って声はありそうですが。こういう風に椅子を奥の方にやることでスペースを広く取れるので、意味はちゃんとありますよ。それはそうとして何ですかこの雑な上に絶対なく。実際、ストレート車体からワイド車体に置き換えられた例を他路線で見てみましょう。同じく国鉄車のストレート車体からワイド車体の JR 車に置き換えた例である、横浜線だと1割弱定員が増えています。ストレート車体の JR 車をワイド車体の JR 車で置き換えた例でも、定員はちょっと増えてますよ。もっとも、車体の構造が違うと思うので一概には言えませんが、とにかく、ある程度の効果はありますよ。もうすぐ松戸駅です。10両編成ストレート車体の常磐線各駅停車に乗り換えられます。常磐線各駅停車は地下鉄千代田線にも接続しているので、ストレート車体なのは仕方のないことです。走行しているうちに松戸駅に到着しました。奥に回送の E231系がいますね。高直流電車がゆえ取り出から先にも行ける E531系に対し、E231系は直流車両がゆえに取り出までしか行けないかわいそうな車両です。E231系は以前までは幽霊みたいな音を奏でるインバータを積んでいたのですが、最近大規模な機器更新がされたので、今ではそれも少数派になってしまいました。
まったく話はそれるのですが、京急のドレミファインバーターも更新されたそうですね。古きは古きとして語り継がれ、ニューカマーはそれとして期待される。それが鉄道モーターの人生です。さっき我ながら、わけわかんないこと言っちゃいましたね。運転台を見て気分転換しましょう。ここにも車両番号載ってるんですね。2002年デビューということもあってそこかしこにアナログが見えます。もちろんデジタルな要素もありますが、E233系と比べるとアナログです。E233系って速度計までデジタルなんですよ。時の流れってすごい。完全に全て 100% オールロングシート。トイレ横に救いがあるというわけでも、トイレ。E231系常磐線にはトイレなんて、ありませんでした。でも E231系常磐線ってそこまで長距離を走るわけでもないので、妥当っちゃ妥当です。快速線とはいえ、あくまで E231系の場合は短区間乗車がメイン。走行時間もせいぜい、最長2時間程度です。今長いって言いました?安心してください。品川発成田着なんて1日5本とか7本とかしかありません。まず品川から成田まで行くなら総武線経由の方が早いですし。話を戻して、付属編成もロングシートです。だから15両全部ロングシート、15両オールロングシートというと横須賀線 E235系を思い出す方もいるかもしれませんが、あちらはトイレもあるし、その上内2両はグリーン車なので、E231系常磐線の方がたくさん詰めます。E235系も十分すごいですが、E231系の最高速度は時速120キロ。秒速で言うとだいたい33メートルちょっとです。松戸から柏は結構線形がいいので、その能力を遺憾なく発揮できてますね。常磐線の E531系の本気よりは遅いですが、それでも音から走りがやばいってわかります。ね、やばいですよね、音。さて、次は阿鼻子。成田線に直通する列車の場合、重量の方が成田まで行くのが普通です。30分間隔乗ってみたまに重量が来るという国鉄チックな現象が起こってますが、積み残しは起こってませんから、でも過剰輸送。とにかく、今常磐線内では15両で走っています。余談コーナー、15両4ドアって言うと、乗り込める場所が60個あるということになります。なんかもう、すごいですよね。次は阿鼻子。例に漏れず、重量は成田線に直通します。阿鼻子より先へおいでのお客様は、後寄りの車両をご利用ください。阿鼻子の次は、東阿鼻子に停まります。The next station is 阿鼻子 JJ8. The doors on the left side will open.Forward 5 cars will terminate at the Abiko station. The stop after Abiko will be 東阿鼻子。って感じで、実際に案内もされます。後ろ側の成田行きの列車は切り離し作業終了後9時17分発車です。というわけで本日はめちゃくちゃ人間を収容できる電車のご紹介でした。15両オールロングシートが見られるのは常磐線 E231系だけです。皆さんもぜひロングシートに沈みましょう。そしてこれは15両から10両になる瞬間です。10両でも十分長いし、地方と比べると5両でも長いと思いますが。もうすでに切り離し作業が完了していますね。話は全く変わりますが、常磐線 E231系は前面の白さが209系500番台に似てますね。でも、これは E231系です。今常磐線内を走っている車両に209系はいません。これも E231系です。E231系です。色が変わってますが常磐線 E231系です。あ、
この横須賀線色の常磐線も、40基地玉と119編成と同様に1編成しかいないので、見かけたらラッキーって感じでいましょう。いずれにせよ、15両ロングシートは最強です。E4 系と並んで注目されるべき存在、かもしれません。とにかく、本日のご視聴ありがとうございました。